十、病原菌、鉄は、ジャレド・ダイヤモンドによる1997年刊行の、学際的なノンフィクション書籍。現代は、ガンズ、ジャームズ、アンド・スチール、ザ・フェイツ・オブ・ヒューマン、ソサエティーズといい、かつての現代は、ガンズ、ジャームズ・アンド・スチール、英称とヒストリー・オブ・エブリバディ・フォー・ザ・ラスト13000イヤーズであった。創始者により2000年に刊行された翻訳にも、 13000年に渡る人類史の謎という副題が付けられている。1998年にピューリッツァー賞とアベンティス科学図書賞を受賞した。この本に基づいたドキュメンタリーがナショナルジオグラフィック協会により制作され、2005年7月に PBS で放送された。本書はユーラシアや北アフリカの文明がなぜ生き残り、 他の文明を征服してきたのかについての説明を試みており、ユーラシアの覇権は、ユーラシアの知的、道徳的、または固有の遺伝的優位性に起因するもので、あるという考えに反論している。ダイヤモンドは、人間社会の間の権力と技術の差は主に、環境の際に起因しており、これが様々なポジティブフィードバックのループにより、増幅されると主張している。また、 文化的あるいは遺伝的な差異が、ユーラシア人を有利にした場合、そのような優位性は、地理が、社会や文化に影響を与えたために生じたものであり、ユーラシア人のゲノムに生来あったものではないと、主張している。プロローグは、ダイヤモンドとニューギニアの政治家やりとの会話で始まる。会話は、 ヤリの人々と200年間その地を支配してきたヨーロッパ人との間にある明らかな権力と技術の差、そのいずれもヨーロッパ人の遺伝的優位性によるものとは考えられない差に焦点を当てたものであった。ヤリは発明品や製造品を意味する現地の言葉、カーゴを用いてあなた方た白人はたくさんのものを発達させてニューギニアに持ち込んだが、 私たちニューギニア人には自分たちのものと言えるものがほとんどない。それはなぜだろうかと尋ねた。ダイヤモンドは同じ質問が他の場所にも当てはまると気づいた。ユーラシア大陸系の民族が世界の富と権力を支配している。他の民族は植民地支配から脱却した今でも富と権力で遅れている。さらに、 白人の入植者によって殺戮され、征服され、あるいは絶滅させられている。他の大陸の人々は、大部分が征服され、強制退去させられ、いくつかの極端なケースでは、ユーラシア人やバントゥーのような濃厚ベースの社会により、大部分が絶滅させられた。ダイヤモンドは、これらの社会の技術的、免疫学的な優位性は、 最後の氷河期以後に農業が早くから生じたことに起因したと考えている。この本のタイトルは農耕をベースとした社会が他の地域の人々を征服し時に数で圧倒的に劣るにもかかわらず支配を維持した手段に言及したものである。優れた武器は即時的な軍事的優位を提供したユーラシアの病気は免疫を持たない地域の人々を弱らせ。 減少させ、支配を維持することを容易にした、耐久性のある輸送手段は、帝国主義を可能にした。ダイヤモンドは、安定した、農耕社会の初期の発展に、有利な地理的、気候的、環境的特徴が、最終的には、農耕動物に、特有の病気に対する免疫をもたらし、他者を支配することができる協力で組織化された国家の、 発展につながったと主張している。ダイヤモンドは、ユーラシアの文明は、巧妙さの産物ではなく、機械と必要の産物であると主張している。つまり、文明は、優れた知性から生まれたものではなく、ある前提条件により可能となった、発展の連鎖の結果である。文明への、第一歩は、遊牧的な狩猟採集から、根付いた、農耕社会への移行である。 この意向にはいくつかの条件が必要である。その条件は、貯蔵に耐え得る、高炭水化物の植物へのアクセス、貯蔵を可能にするのに十分乾燥した気候、そして家畜化するのに十分従順で、飼育下でも生き延びるのに十分な能力がある動物へのアクセスである。農作物や家畜を管理することで、食料は余剰になる。余剰があることで、人々は、 栄養補給以外の活動に専念することができ、人口増加を支えることができる。専門家と人口増加の組み合わせが社会的・技術的革新の蓄積をもたらし、互いに積み重なっていく。大きな社会は支配階級とそれを支える官僚性を発展させ、これらが国民国家と帝国の機構につながる。 世界のいくつかの地域で農業が発達したが、ユーラシアでは家畜化に適した植物や動物種がより多く入手可能であったため、早くから優位に立つことができた。特にユーラシアには、大麦、2種類の小麦、タンパク質を豊富に含む3種類の食用糖か、織物用のアマ、そしてヤギ、羊、牛がある。ユーラシアの穀物は、アメリカのトウモロコシや、 熱帯のバナナよりもタンパク質が豊富であり、種まきが簡単で、所蔵も容易であった。西アジアの初期の文明が交易を始めた際、彼らは隣り合う地域でさらに有用な動物を発見した。中でも特に輸送用の馬やロバである。ダイヤモンドは、ユーラシアで飼育されていた100ポンド以上の大型動物は13種であり、 南米では一種に過ぎず、その他の地域では全く飼育されていないことを確認している。オーストラリアと北アメリカでは、高シミオが終わった直後に有用な動物が人間の狩猟により絶滅したため、そのような動物が不足しており、ニューギニアで唯一家畜化された動物は、約4000から5000年前のオーストロネシア人の入植時に、 東アジア大陸から来たものである。シマウマやアジアのロバを含む、馬の生物学的な親戚は、飼いならすことができないことが判明した。アフリカゾウは、飼いならすことができるが、飼育下で繁殖させることは、非常に困難である。ダイヤモンドは、家畜化された、種の数の少なさを、アンナカレーニナの原則の例を説明している。彼はまた、 家畜化される可能性のある大型哺乳類がすべて家畜化されてきたという主張もしている。ユーラシア人は皮や衣服やチーズのためにヤギや羊を牛乳のために父牛を畑の耕期や輸送のためにお牛をそして豚や鶏のような良い動物を家畜化した。馬やラクダのような大型の家畜は移動輸送のための軍事的、経済的な利点が大きかった。 銃、病原菌、鉄における、ジャレドダイヤモンドによる大陸の軸。ユーラシアの広大な土地と東西に距離が長いことが、これらの利点を高めた。国土が広いことで家畜化に適した植物や動物の種類が増え、人々は技術革新と病気の両方を交換することができた。東西方向に長かったため、気候や季節のサイクルが似ており、 大陸の一つの地域で飼育されていた品種を他の地域で使うことができた。アメリカではある井戸で飼育されていた作物を他の井戸で適応させることは困難であった。同様にアフリカも南北で気候が極端に変わり分断されており、一つの地域で繁栄した作物や動物は他の地域との間の環境を生き残ることができなかったため繁栄する。 可能性のある他の地域に到達することができなかった。ヨーロッパはユーラシアが東西方向に伸びていることによる利益を最終的に受けるものであった。紀元前千年期にはヨーロッパの地中海地域が南西アジアの動植物や農業技術を採用し、紀元千年期にヨーロッパの他の地域がそれに習った。豊かな食料の供給とそれを支える。 人口密集が分業を可能にした。職人やスクライブなどの非農業専門家の台頭は経済成長と技術進歩を加速させた。これらの経済的、技術的優位性は最終的にヨーロッパ人が本書のタイトルになっている銃と鉄を用いて、ここ数世紀の間に他の大陸の人々を征服するのを可能にした。ユーラシアは人口密度が高く、 交易が盛んで、家畜に近い場所で生活していたため、動物から人間への感染を含む病気が広範囲に伝播した。天然痘、マシン、インフルエンザは動物と人間が近接していることにより発生した。自然選択により、ユーラシア人は様々な病原体に対する免疫力を身につけなくてはならなかった。ヨーロッパ人が アメリカ大陸と接触したとき、ヨーロッパの病気は逆ではなくアメリカの先住民を襲ったは、比較的人数の少ないヨーロッパ人が、その支配を維持できるように、先住民族を滅ぼした。ダイヤモンドは、中国のような他のユーラシアの大国ではなく、西ヨーロッパの社会が、支配的な植民地化を行ってきた理由として、地理的な説明を提案している。 ヨーロッパの地理は山、川、海岸線といった自然の障壁が多く、こうした障壁に囲まれるより小さくより密集した国民国家が拡挙するバルカニゼーションをもたらすと主張している。それぞれの小国は近隣国の脅威にさらされているため、経済的、技術的な進歩を抑制するような政府は、比較的早く打ちまかされることを防ぐために、 すぐに誤りを修正しなければならなかった。地域を主導する勢力は刻々と変化し、ヨーロッパを統一するような支配者は登場しなかった。一方、ヨーロッパ以外の先進文化は、大規模で一万岩の孤立した帝国を、形成するような地理的条件の下で発展した。こうした帝国には、例えば外交戦の建造を禁止した、中国のように誤った政策を取った際、 考えを改めさせるような競争相手は存在しなかった。中国では王朝が技術の発展を止める決定を行うことがしばしばあったが禁じられた技術は帝国の全土から消え失せ以後発展することはなかった。一方統一王朝のないヨーロッパでは一つの国がある技術を抑圧してもどこかの国がその技術を受け入れて発展させる余地があり、 他国に取り残されることを避けるために他国の取り入れた技術は受け入れざるを得なかった。西ヨーロッパは激しい農業が最終的に環境にダメージを与え砂漠化を促し土壌肥沃度を低下させた南西アジアよりも温暖な気候の恩恵を受けた。ビッグファイブ都市は十分な食料供給を必要とし、それゆえ農業に依存していると主張している。 農家が食料を供給する仕事をするため、分業が他の人に採掘や敷地など他の機能を追求する自由を与えている。農業の発展のための重大な罠は、家畜化に適した野生の食用植物を入手することができることである。肥沃な三日月地帯には栄養価が高く家畜化しやすい野生の小麦や豆類が豊富にあったため、 農業が早くから始まっていた。対照的にアメリカの農家は、その可能性の高い祖先、テオシントから有用な食品としてのトウモロコシを開発するために苦労する必要があった。また、狩猟採集社会から都市で生活する農耕社会への移行には、食肉や仕事、長距離のコミュニケーションのために飼育される大型の家畜の存在も重要であった。 ダイヤモンドは世界に14種の家畜化された大型哺乳類がいると確認している。最も有用な5つは全てユーラシアの固有種の子孫である。残りの9種のうちユーラシアの温帯地域以外の土地に固有種がいるのは2種だけである。あんなレーになの原則により家畜化に適した動物は驚くほど少ない。ダイヤモンドは動物が十分に従順であること。 群生すること、飼育下での繁殖を厭わない、社会的優位のヒエラルキーを持っているなど6つの基準を特定している。そのため、シマウマ、霊洋、アフリカ水牛、アフリカゾウなど多くのアフリカの哺乳類は家畜化されなかった。カンシミオの絶滅で生き残っていれば候補種となっていたかもしれない大型動物賞の多くが絶滅したが、 人を経験したことのない動物がすでに高度な、狩猟技術を持っている人にさらされた大陸では、絶滅のパターンがより深刻であると主張している。犬、猫、鶏、モルモットなどの小型の家畜は、農業社会にとって様々な意味で価値があるかもしれないが、それだけでは大規模な農業社会を維持するのに、十分ではない。その重要な例は、 牛や馬などの大型動物を使い土地を耕すことであり、これにより人の筋力だけで行うよりも農作物の生産性が格段に上がり、土地や土壌の種類の範囲も格段に広がった。大型の家畜動物は物資や人の長距離輸送にも重要な役割を果たしており、それらを飼っている社会は軍事的にも経済的にもかなりの優位性を保持している。 ダイヤモンドは地理が人工移動を形付けたと主張する。それは単に旅行を難しくすることによってではなく、家畜動物がどこに大いに移動することができ、作物が太陽によりどこで理想的に大いに成長することができるかに影響を与えるかによってである。最も有力なアフリカ単一起源説では現代人はある時期に アフリカ大陸の第一交代の東側で発展したという説を支持する。サハラ砂漠は人が北に移動し肥沃な三日月地帯に行くのを妨げ、その後、ナイル川の渓谷に人が収容された。ダイヤモンドは近代に至るまでの人類の発展の物語をテクノロジーの急速な発展とそれが世界中の狩猟採集文化に与えた悲惨な結果を通して描き続けている。 ダイヤモンドは過去500年間に支配力を持った大国が東アジアよりもむしろ西ヨーロッパであった理由に触れている。大規模な文明が生じたアジア地域は大規模で安定して孤立した帝国を形成するのに適した地理的特徴を持っていたが変化への外圧に直面せずそれが停滞につながった。ヨーロッパの多くの自然障壁は競い合う。 国民国家の発展を可能にした。このような競争により、ヨーロッパは技術革新を奨励し、技術的停滞を回避することが助長された。後のヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化の文脈では、先住民の95%はヨーロッパ人が持ち込んだ病気により死んだと考えられている。多くは天然痘やマシンなどの伝染病により死んだ。 オーストラリアや南アフリカでも同様の状況が見られた。オーストラリアのアボリジニやコイコイ人は天然痘、マシン、インフルエンザなどの伝染病により多くが死んだ。アメリカ大陸にあった病気によりヨーロッパ人が死ななかったのはなぜだろうか。ダイヤモンドはこれらの病気のほとんどは村や都市の人口密度の高い集団の発達し、 維持されてきたのではないかと推測している。彼はまた、ほとんどの伝染病は、家畜の同様の病気から進化したと述べている。農業に支えられた人口密度の増加と、家畜化された動物と人間の密接な関係を合わせた効果により、動物の病気が人間に感染し、結果として、ヨーロッパ社会は、ヨーロッパ人が自然淘汰により、 免疫を獲得する危険な病原体をネイティブアメリカンの狩猟採集民や農民よりも長い時間かけて獲得した。ダイヤモンドはヨーロッパのアフリカ進出を制限した熱帯病を例外として挙げている。また固有の伝染病は東南アジアとニューギニアへのヨーロッパの植民地化の障害となっていた。10、病原菌、鉄はなぜある集団が成功したのかに焦点を 当てている後に出版された本、文明崩壊、滅亡と存続の命運を分けるものでは、ある集団が失敗する原因となった環境や、その他の要因に焦点を当てている。1930年代、フランスのアナール学派は、地理学、歴史学、社会学を総合して、長期的な歴史構造の研究を行った。学者たちは、地理、気候、 土地利用の影響を検討した。米国では1960年代以降、地理学は学問としてほぼ排除されていたが、1990年代には地理学に基づく歴史学の理論がいくつか発表されている。1991年、ジャレド・ダイヤモンドは人間はどこまでチンパンジーか人類進化の栄光と陰りの中で、すでになぜユーラシア人が 他の文化を支配するようになったのかという問いについて考察している。アカデミックの世界による銃、病原菌鉄の受け取り方は様々であった。多くの人が本書の様々な主題を統合しているところを称賛しているが扱う範囲が広いため不正確な点や過度に単純化した点が出てきてしまうところに注意を払っている。 国際関係学者のアイバーノイマンとアイナル・ウィグンは、自らの学際的な研究の白として、本書を使用している。彼らは、もちろん経験的な詳細は正しくなければならないが、この種の研究のための第一の基準は、細かいことに注意を払うことではないと書いている。ダイヤモンドは、この大きさの問題複合体は、根本的に複数の原因によるものでなければならず、 そこで要素の一つの複合体、いわゆる生態学的なものに取り組むことにしたと、明確に述べていると発言し、ダイヤモンドは、すぐに、彼が描いた、異分野の専門家から激しい非難を浴びるようになった、同じ包括的な問題複合を理解するために、誰かが、ダイヤモンドの資料を解釈して、資料に追加するより良い方法を思いつくまで、彼の資料は、世界のある一部が、 支配的になった理由に対する生態学的前提条件の中で利用可能な最高の対処法である。歴史家、トムトムリンソンは最終的に銃、病原菌、鉄を賞賛するレビューの中で自分自身に課した仕事の大きさを考えるとダイヤモンド教授が自分の議論を埋めるために非常に広範な出力を使うことは避けられないと書いている。 エモリー大学の歴史家、ドニー・ワンドラードは、ダイヤモンドの著書は、あらゆる点で、プロの歴史家を満足させないかもしれないが、旧世界と新世界で起こった、異なる発展について大胆で説得力のある、説明をしていると書いている。歴史家 JR ・マクニールはこの著書を称賛し、国際関係の学生に、戦士時代が注目に値するものであると思わせる。 ことにおけるあり得ない成功と述べているが、ダイヤモンドは歴史の説明として地理学を誇張し文化的自治を過小評価していると考えていた。トニオ・アンドラードはマクニールのレビューをおそらく銃、病原菌、鉄に関するプロの世界視野の見解を最も構成、かつ簡潔にまとめたものと評している。本書の一つの批判は本書が個人や 文化的な選択と自治を軽視しているというものである。人類学者、ジェイソン・アントロシオは、銃、病原菌、鉄をアカデミック・ポルノの一形態と称し、ダイヤモンドの説明は、ヨーロッパによる支配のすべての要因を、遠く離れた、偶然の歴史の産物にしている、人力の役割がほとんどない。ヨーロッパ人は意図せず偶然に征服者になる。原住民は彼らの運命に、 受動的に屈すると書いている。さらに、ジャレド・ダイアモンドは人類史を語る上で非常に大きな迷惑を与えている。彼は歴史の中での家畜化と農業の役割をとても歪めている。不幸なことに彼の物語を語る能力は非常に説得力があり、大学教育を受けた世代の読者を誘ってしまったと加えている。 2000年に出版された最後の著書の中で人類学者、地理学者のジェームズ・モリス・ブラウトは環境決定論を復活させたことなどを理由に銃、病原菌、鉄を批判しダイヤモンドを現代のヨーロッパ中心主義的歴史家の一例と表している。ブラウトはダイヤモンドがユーラシアや革新的という用語を緩く使っていることを批判しているが これを読者を誤解させ、中東やアジアで生じた技術的発明は、西ヨーロッパによるものであると思い込ませるものと考えている。アメリカ合衆国内務省のオーストリア学派の経済学者である、ジョン・ブロットランドは、ジャーナル・オブ・リバタリアン・スタディーズの中で、銃、病原菌、鉄は、中央集権的な国家にのみ注目し個人行動を完全に無視していること。 社会がどのように形成しているかを理解していないこと、社会が人間の使用により枯渇したものを交換するために必要な希少性と行動の価値を合理的に計算することを可能にする貨幣の交換などの様々な経済制度を無視していると非難している。代わりに高度な分業や私有財産権、貨幣交換がなかったためにイースター島のような社会は遊牧民の段階から 複雑な社会へと発展することはできなかったと結論付けている。これらの要素はブロットランドによれば極めて重要であるがダイヤモンドには無視されている。他にも著者の農業革命に関する立場をめぐり批判がなされている。狩猟採集から農業への移行は必ずしも一方通行の過程ではない。狩猟採集は 適応的な戦略であり、環境変化が農業化に極端な食料ストレスをもたらした場合も必要に応じて行われる可能性があると論じられている。実際、農業社会と狩猟採集社会の間に明確な線引きをすることは、特に過去1万年の間に農業が広く採用され、結果文化的に普及したことから時に困難である。 ノースウェスタン大学の経済誌やジョエル・モーカーは、本書を、長期的な経済誌への重要な貢献の一つであり、長期的な世界史の分野でビッグクエスションに取り組もうと、する人には必須の書であると称賛する一方、ダイヤモンドの農業とテクノロジーの分析を批判している。カリフォルニア大学バークレイ校の経済誌やブラッド、ディロングはブログ上で、 完全で総じて天才の作品と称している。ハーバード大学の国際関係の教授スティーブン・ウォルトは、フォーリンポリシーの記事の中で本書を気分を浮き立たせる読み物と呼び、すべての国際関係を学ぶ学生が読むべき10冊の本に挙げている。タフツ大学の国際関係の教授であるダニエル・ダブドレズナーは、本書を国際経済史に関する、 筆読書のトップ10に挙げている。1997年にファイベータカッパーワードイン、サイエンスを受賞した。1998年に多くの学問分野を強力に統合していることが認められ、ピューリッツァー賞一般ノンフィクション部門と、王立学会のローンプーランクプライズフォーサイエンス、ブックスを受賞した。ナショナルジオグラフィック協会は、 本書に基づいた同名のドキュメンタリーを制作し、2005年7月に PBS で放送された。ありがとうございます。